日本神奈川県鎌倉市、上町屋上町屋は、神奈川県鎌倉市深沢地域にある大技、住居表示未実施区域。郵便番号は247-0065。地名の由来は、カシオ川の水運と陸の鎌倉街道が交わる、洋路沿いに町屋がの木を連ねていたことによる。町は、市場、商工関係者の居住地、やは集落を意味する。 昭法元年の昭法国絵図には町屋村と記載があり、元禄十年4月の元禄内国改定図で上町屋村と記載がある。上が冠された理由は不詳。官営十年に天領、元禄十年に天領と旗本、藤本氏が治療し、幕末に再び天領となった。国高は元禄郷町、天保郷町。 休校給料取調べ長で219国余りとされる。明治22年4月の町村静志向により、当村と、梶原手広寺び時て笛田山崎の七家村が合併して、深沢村が誕生し、上町屋はその大技となった。昭和23年1月、深沢村が鎌倉市と合併した際に、鎌倉市の大技となる。 昭和43年に湘南モノレールへの島線の湘南町屋駅が開業した。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。平成28年版鎌倉の統計。鎌倉市。2018年2月22日閲覧。AB、鎌倉の人口と世帯数。 鎌倉市、2018年2月22日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2018年2月22日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2018年2月22日閲覧。鎌倉市の町名称及び住居表示の実施状況。鎌倉市、2018年2月22日閲覧。 鎌倉市の私立小学校通学区域。鎌倉市。2017年7月6日閲覧、鎌倉市の私立中学校通学区域。鎌倉市。2017年7月6日閲覧、ありがとうございます。